はい、さて今回もですね、動画の、コメント欄に、質問が来ておりますので答えたいと思います。まあ世の中がですね、まあ例の通り新型コロスケにですねよって、みんな自粛してまして、僕もですね自宅待機がですねかなり増えてますので時間的余裕があります。皆さんもですね、ガキ吹ける環境にあったりとか、まあ、時間があってサックスの気になることいろいろ、あると思います。そういう、質問とかですね、僕の方にどしどしコメント欄からいただけたらどんどん答えていこうと思います。せっかくなのでそういう期間にねしていって、皆さんのすぐに役に立つ情報を提供できる存在に、なっていけたらいいかなと思っております。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではですね質問内容を、読みたいと思います。実は最近ソプラノサックスを練習し始めたのですが、その時右の親指がとても痛くなりました。古い M6、 多分、セルマのマーク6のことだと思いますけれども、M6 なのでストラップもなく変な持ち方だったためなのか、一時は腕全体まで痛くてたまりませんでした。少しは良くなりましたが、そもそもソプラノサックスの持ち方、特に高い音のミートファーの時の支え方の注意すべき点があれば教えてくださいということです。この方はですねマーク6使ってたということですね。まずマーク6という楽器はですね、通常サックスでしたらこの、ストラップですね、ストラップをねかける、穴がついてますけれども、マーク6はですね、現行のこのソプラノサックスよりだいぶ小ぶりなんですね。小ぶりだから軽いんです。軽いからこの穴がですね、ついてないんですね。だからストラップなしで、吹きます。まあ、覚えておいてほしいのは、サックスという楽器は本当はストラップをね、かけない方が吹きやすいんですよ。それはソプラノだけじゃなくて、アルトもバリトンもテナーサックスも全てストラップがですね、ない方がいいんです。というのは、加えた時の加え加減ですね。これは手で、アジャストするというか、手で構えた方が絶対吹きやすいんですよ。それがですね、重すぎるから、アルトとかテナーだと、アルトだと3キロとか、テナーだと4キロとか、バリトンだともっとありますよね。で、そういう重量でですね、手で支えるのは非現実的だから、だからストラップを使ってるんですよ。これはストラップを使いたいからじゃなくて、重いから使ってるんですね。だから仕方なくストラップ使ってるんです。で、ストラップを使うと、ぶら下げるようにできてるんですけど、まあ、限界があるじゃないですか。ただの道具なんでね。だから、構え方でね、結構迷う方多いと思います。それでですね、まあそういう方に、対して、まあ要するにストラップの位置が、なんかしっくりこないとか、間違ってるとかで、吹きにくい人って結構多いんですけど、そういう方におすすめしてる、やり方があります。これはだいぶ前にも動画にした内容なんですけれども、まあ、こう構えてですね、こんな感じで、こう、口に対するですね、加える角度、こうね、加える角度をですね、こうやってね、こう上に上げたり、楽器を上に上げたり下に下げたりして、ここの角度をですね、ここのね加える角度をこうやったらまっすぐ近くなりますね。ここ下げたらクラリネットっぽくなるじゃないですか。まあ角度がね急になるでしょ。でそういう感じで自分が吹きやすいとこをね探すんですよ。これでもう一回やりますけど、こんな感じね。で、僕の場合は軽く吹いて、音がすぐ反応するところにしてます。ちょっとやってみると。まあ大体この位置ですかね。上げすぎたら詰まっちゃうし、下げすぎたら息がこう取られるみたいにビューって入りすぎて、口のコントロールも効かないから、だから、この辺かなと。で、その辺って分かったら、そこに、ストラップを持っていくと。で、その時も、こう、ガチガチに固定しないです。ちょっと遊びを持たせます、僕の場合。というのは、ちょうどにしたら、やっぱり、こう、多少動きますから、窮屈なんですね。だから、ちょっとだけ下げて、ここは、まあ、ちょっとタームぐらいにしといて、で、実際は吹いてます。まあ、それが現実的かなと思います。だからですね、これはね、ソプラノサックスに限らない話なので、アルトもバリトンもテナーもね、もうバスサックスとかなんかいろいろあり、サックス族すべては、もう基本的に、こう一遍ストラップ外してこうやって角度をね、
調整して軽く吹いて音がすぐ鳴るとこを探すようにするといいです。で、特にまあソプラノっていうのはメインでやる人よりもアルトテナーから持ち帰る人が多いですよね。で、そういう人はですね、特になんですけれども、まあちょっと話それるんですけど、セッティングですね、マウスピースの空きとリードの硬さは、アルトとかテナーとか自分がメインにしてる楽器から持ち替えてパッと吹けるセッティングにした方がいいです。で、よくある間違いは、メインの楽器よりこっちのセッティングを緩くしちゃう。緩くしちゃうとすごく吹きにくいです、実は。だから、ちょっときついぐらいにしといて、それで、浅めに加えてね、吹く。まあ、そのやり方ってね、すごい、ちょっと微妙な調整なんで、なかなかね、この動画という形で 100% 伝えきれないんですけどね。だいたいレッスンで、こう、その生徒さんの吹き方を見ながらアジャストしていっているから、まあ、伝えづらい部分はあるんですけど、まあ、ヒントとしたら、アルトテナーよりもちょっときついぐらいにすると。その方が、ソプラノサックスのですね、音も太くて埋もれなくなるし、まあ、その方がいい場合が僕は多いかなと思ってます。構え方に関してはそんなところですかね。で、これは座ってる時も立ってる時も構え方に関しては一緒ですからね。座ってやったり立ってやったりして、まあ、大体同じ場所になりますから、同じ場所にならない場合は、今度ね、立って吹いてるちょっと姿勢がおかしいか、座って吹いてる姿勢がおかしい可能性があります。で、そういう場合は、座って吹いた姿勢に合わせるようにした方がいいです。で、座って吹いてる方が体が安定してます。立って吹くってことは足2本で、ね、体を支えてるんですけどね。足2本で。で、椅子になるとお尻と足ですよね。だから3点ですよね。3点の方が体安定してますから、そっちでしっかり姿勢作ってから立って拭くという方がまあいいかなと思います。ちょっと話は膨らみましたけど、まあそんな感じですかね。で、あと1点ですね、高いミーファーの時の、支え方の注意すべき点ってあるんですけれども、まあそれも基本的にはちょうどいい場所に来たら、そんなに何か変わるわけじゃないですけど、もしかしたらこの胴からサイドキーに行った時に楽器がグラグラってなってるんかもしれないですね。で、それがですね、こうやってなんていうか、今はドレミレドとかドレミファミレドとかシドレミレドシとか、なんかちょっと多分そんな吹いたと思います。要するにこの、こっちのね、指普通の運指のところからサイドキー、スプーンキーね、スプーンキーとかね、こっちのサイドキーに移動する指の練習を、ゆっくり練習した方がいいと思います。多分楽器グラグラってなるんやと思うんですね。そういう方はちょっとロングトーンするといいですね。高い音のロングトーン、だからえー、高音域、まあ楽器がぐらついたら抑えにくい場合は、もう全部低音も、中央音域も高音域も全部そうですけど、ロングトーンです。ロングトーンして止めると、指を止めた状態で伸ばせたらその構えはまあまあいけてる吹き方だと思います。これはですね、以前の動画でも言ったと思いますけれども、指がうまくいかないときは指が止めれてない状態ですから、指をまず止めると。止めるっていうのは要するに長い音、これでロングトーンができるかどうかってことなんですよ。だから、ロングトーンってめちゃめちゃ大事なんですよ、そういう意味でね。だから、早く吹くにはロングトーンができないと、そもそももう、その素地がないですから。だから、指が止めれてないのに指動かしても安定しないし、ずっといつまで経ってもいつまで経っても指はちゃんと動いてくれないので、苦手な指使いの時ほどロングトーンするようにしてください。ロングトーンは音を作るのもあるんですけど、自分の手の形とかね、構えを安定させる意味もあるんですよ。だから、そういう意味で、ロングトーンの大切さをですね、再確認していただけたらと思います。ということでですね、今後もですね、どんどん質問の方してください。同じ方が何回しても、構いません。その質問に答えるという動画の方が、皆さんの、役に立つ気がしてますので、まあ、この際ですから、まあ、こんな時期ですからですね、どんどん気になることは質問してください。それではこの動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。